今回はプランクを腹筋に3倍効かせる方法として紹介していきます。プランクのいいところは腹筋と違って首や腰が痛くなりにくい。疲れてきた時に腹筋運動っていうのは力んでしまう。どうしてもお腹の力が肩や腕、足なんかに逃げてしまいます。そこでプランクっていうのはすごく止まっとくだけなので簡単で効果的に効かせられるんですが、実はつま先開くだけで通常のプランクよりもさらにお腹に効くんです。動画を見ながら一緒にやってみてください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、つま先開いたプランクをするだけで通常の方法よりもお腹に3倍効かせやすくなるんです。なぜかというと通常のプランクはどうしても重心が前に行きやすい。重心が前に行くとお腹にかかる力が腕にかかってしまうので、そうなるとお腹が疲れる前に肩がだるくなってしまう、そういう感じになります。そこで今回つま先開いてプランクするだけでしっかりお腹に重心がかかるので通常よりも短い時間、今回たったの20秒で腹筋にしっかり効かすことができてきます。ですが一つお腹に効かすポイントがあります。そこを今回はタオルを使って解説しますので、今からすぐある方は取ってきてください。ない方は手を使って確認できますので、そちらでも OK です。それでは紹介します。通常のプランクはこのようにキープするんですけども、お腹の力が逃げてしまう場合が体が前に、お尻が上がる、そうなると腹筋に力がかかりません。そこで今回はちゃんとしたお腹に効かすお尻を締める感覚を身につけるために腰にタオルを敷いて寝っ転がります。普通に寝た場合は多分タオルが抜けてしまうと思います。この動いてしまうタオルをしっかり骨盤を立てて抜けないように、タオルがスポッと抜けないように骨盤を立ててお腹を締めとくってことをしなければいけません。このタオルが抜けない状態を作ってプランクはキープしなければお腹に効かすことができないんです。これはまず20秒間タオルが抜けない状態を作ってください。タオルない方は手をね、腰に当ててみてもらって、手を潰す感じで骨盤を立てるっていうね、感覚を、手が入らないように感覚作ってください。これをまずタオル抜けない状態で20秒です。それではいきます、スタート。タオルがね、このように抜けないようにお腹引っ込めたままで、どっちに引っ張っても抜けないようにしておいてください。この状態でも結構辛いですよね。しっかりお腹引っ込めて、はい、 OK です。今度は四つん這いです。今と同じ腰の感覚を、腰を床につけるイメージで、おへそを自分の顔に向ける感じです。これを20秒間作ったままキープです。この状態でキープです。それではいきます、スタート。お腹を引っ込めて、肩甲骨が上がらないように肩甲骨を落として腰だけ丸めときます。ずっとお尻を締めときます。ふう、結構辛いっすよねこれね。お腹力入ったままですからね。よし、 OK。 最後はつま先を開いたプランクです。足は肩幅ぐらいに開いて足の内側を床につけます。これでうつ伏せになった状態で肩の下よりも腕を少し前に出して、これで体を持ち上げます。これでお尻を締めてキープです。もし肩の下より手を前に出すと体上がらないよって方は、肩の下に手をついて体を浮かしてください。うつ伏せでできる方はこういう感じ、体が上がらない方はこういう感じです。手を前に出してやった方がよく効きます。20秒です。腰痛くなったら無理せず降りてください。それでは行きます、スタート。これでキープ、お尻しっかり締めて、あーきつい、頑張って、あと少し、あーはー、 OK。いやー、どうでしたか皆さん。あと2セットですよ。頑張りましょう。それでは、いきます。スタート。さあ、来い。腹筋の疲労来い。頑張って。息しっかり吐いてください。お尻締めて。よし。OK。ラストです。やりたくないけど頑張りましょう。
それでは行きます。スタート。キャー、すでにつらい。おお、みんな頑張って。おお、どこがつらいかわからない。キャー、うおお、オッケー、ダハハ、うほほ、腹筋。お疲れ様でした。いや、今のね、初めに2種目お腹に力を入れる感覚っていうのをやるだけでプランクでしっかり効かすことができたと思います。今回たった20秒3セットしたんですけども、やはりお腹が疲れにくい、そういった方はとにかくお腹に力を入れてお尻締めたままでキープしてみてください。プランクはお腹にちゃんと力が入ってるかどうか、重心が前に行き過ぎてないかどうか、そういったので全然お腹に効く感じが変わってきますんで、お腹にしっかり効かせたいよ、腹筋だと首や腰が痛いよっていう方はもうこのプランクいっぱいやってください。はじめの2種目をちゃんとマスターできれば腰が痛くなりにくいので、動画を見ながら何度もやってください。頑張ってやったよ、お腹効いたよ、効かなかったよっていうのは、よかったらグッドボタンとコメントで感想を教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらってフォローしてください。今回もご視聴ありがとうございました。